粗品です。せいやです。うん。本日はですね、霜降りチューブ、粗品の寄生虫。え、寄生虫。寄生虫。まあなんか僕がよく寄生をあげると。いやもうすごいからね。うん。霜降りチューブの寄生の音量すごいから。いやこれほんま音量下げといてください今から。コロナ前は。注意よ。なんか罰ゲームとかで規制上げることが多かったんですけど、最近は、はいはい、まあ、クイズで正解した人が多いのかな。ちゃうるさいからなあれ。だから皆さん、僕の規制ファンの方ですね、ここにスタッフさんが選んだ僕の規制書まとまってますから、ちょっと見てください。規制ファン、あ、規制ファン。いやいや、いますよ。そんなある？俺の規制ファンのシャウト、ビーズさんのシャウト好きみたいなこと。粗品の規制ファン、規制ファン。はい、というわけでどうぞ。テレビで言ってない話ありました？あった？はい、粗品の、あ、はいはい、はい、あの焼肉の、はい、あの冷蔵庫開けたんですけど、 ありますね。はい、なんかこういう顔の犬が、あーこれ犬の肉使ってるな。使ってるかお前。こういう犬グロッ、ファーストボケグロッ、 YouTube ファーストボケグロいってお前。冷凍されてる。いや笑え。あーグロッ。牛の、牛の肉よ。あったわ、テレビで言ってない話。冬といえば行こう。よっしゃ。冬といえばね。はい。せーの。クリスマス。広美さん。オッケー。いいね。よしよしよし。冬といえばクリスマス。広瀬広美。3回目バチン、はい、2回目せーのマフラー。リースリースリース、あの輪っかのやつ。レースじゃなくてリース。リース知らんやんこいつ。それやんねん。カピバラとか知らんし。もうええわお前。リース、カピバラのこと言う。あのなんかこうあるやん、 あれリース。うん、ギザギザのやつ。あんまお前しゃべんねん。リース知らんねん。マフラー知っとるかお前。リース知っとるわこれ。3投目ここよ。絶対合う。オッケー、行く。せーの、雪が。やったー。お前レアコイルか。嬉しい。レアコイルみたいな。あれがレアコイル。よっしゃー。うわー、あった。よーい、スタート。マカドガス。よっしゃ。うまいな。俺がうまいや。いや、あー、俺もうまい。いや、俺がうまい。俺は何しても俺がうまいだけの話。あちょっと、あ、言うちゃう。疲れすぎ。18番道路。しっぺでもなんでもない。ただの心霊現象みたいな。チームネーム天の橋立。20歳女子です。私は好きなことを仕事にするということを目標に今勉強に励んでいます、うん、ですがその仕事は残業がかなり多いと言われて不安もあります、はいはいはい、霜降り明星さんお二人も忙しい毎日を送っていると思いますが、はい、疲れやストレスとどう向き合っているのでしょうか。疲れどうですか。疲れは、まあでも疲れはちょっと慣れましたね。やっぱりオールナイトニッポンゼロ終わりはきついな。どうしても 3,4 時間になるじゃないですか。きつい。うん、そんなんもう絶対無理やったけど昔は。もうやろうと思えばいけるもんですね。確かにね。うん。寝てます？え、だから今日とか疲れてるんですよ正直。ああ。結構収録もいろいろあって、はいはい。うん。だから今とか疲れてますけど、これ本番とかなんかしてるときに、うん、なんかうっみたいな。ちょっと俺何もしてない。ちょっと何もしてない。たまにらしい。
何もしてない痛い何もしてない痛い最近、がでかすぎてもう計算ができへん怖いねもうその場所はドラマになっドラマの題材になってますかよくはいうわ行ったマジ銀行うるさいねうるさいわ会長あ全部なくなった会長の声やめろお前イエーイおースライムスライムちょっとだけヒントもらうもらおうかちょっとヒントくださいさっきから答えてる人たちと同じ番組に出てます出てましたはい北陽さんえ、誰のこと言ってんのやろはい、はい、ロバートさん言ったか全部言った飛びメンバーじゃないってことでしょいやもう一組いますよおーい、はい、ドランクドラゴンさんよっしゃこれ561の順番で出ましたよ、ね、僕3連単やった今日うわー服にするから3連単やったらちなみに、うん、10万ね100円が1万8000になってるんですよ服ってやっぱ安いんやな181倍やから10万だよ1800万うわぁえぐっかしんだ変な死に方した買ったのに1750万負けた今日ショック粗品さん3連単でやってたらうわ1800万よあなた信じてやってたらあれ何かいいぞうわ
するっぽいよ、お前。えぐっ、うわぁ、1800万伸ばした。えゴロパス、ゴロパス、はいはいはい、おい、うわすごい、あ面白お前な、いや一年に欲しい、いびんなお前、新しい一年に欲しいわ、黙っとけお前、怖いから、めちゃめちゃ可愛い後輩やお前、頼むで、いや足技もすごいね、あー心臓に悪いやめてくれ、オッケー、心臓部の喉に悪い、あ、見よう、うわうわ、ナイスバディ、かわいい、いらんやろ、そんな飾らんやろ、まあ、言ってもでもこの今だけ困難してほんま粗品さんに返すんちゃうかみたいな、はいはいはい、そういうね手取ってるんちゃうかみたいな、ありますね、思われるかもしれんから、はい、これで俺のもんだ俺まあまあ好きやねんみよ、芸人って寂しいですわこんなの連続よ , 笑いに飲まれる、皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。